トラベラーチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、毎週土曜日は、私、GST のハワイ担当の山田が、ハワイの特別なニュースをお送りしております。今日も、ハワイのお話をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。アロハー。どうもこんにちは。ですね、11月の、下旬に入りましてですね、こちらですね、12月から燃油サーチャージが大幅に、上がります。1万8000円ほど、往復で、各航空会社値上がるということで、12月1日から1月の31日までの間に航空券を予約して発券する方に関しましては、その1万8000円現行の燃油サーチャージよりも上がる、高い燃油サーチャージで航空券を買わないといけないんですが、11月中のご予約と航空券の発券を、していただければ、値上がる燃油サーチャージが今の、11月の価格で、購入ができるということで、駆け込み需要が今ございますので、もし燃油サーチャージが上がる方ご存じなくて、ハワイに行こうと思っている方は、今月中にですね、航空券の予約と発券購入を、した方がいいと思います。その分発券購入すると、変更キャンセルの場合は変更料とかキャンセル料が必要になってきますので、十分日程を、ご考慮した、していただいた上で、航空券のご予約と発券を11月中にした方がお得になると思います。で、2月以降の燃油サーチャージはまだ決まってないんですが、2ヶ月ごとに発表していくんですけども、今の円安、それから原油価格の高騰から考えると、今11月中に、発券した場合の燃油サーチャージになるかというと、なかなかそこまでの保証がございませんので、分かるうちに今の状態のやつを発見しておいた方がいいんじゃないかなというふうにお勧めしておりますので、ぜひ、これから行こうとしている方は早めにご決断していただいた方がいいと思います。はい。で、このニュースとは別にですね、今日はですね、コンドミニアム の活用方法ということで、ハワイに行って、最近コンドミニアムをご利用いただく方が非常に多いですし、やっぱり昔と比べてコンドミニアムが認知されましたので、そちらのこの活用方法ですね、私なりにおすすめポイントとして、あと会社なりに GST としてもう30年以上も前からコンドミニアムを販売してるんですけども、ご案内していきたいと思います。なぜコンドミニアム、ホテルとの違い、それからコンドミニアム滞在のイメージということで、最後までお付き合いいただければ大変嬉しいございます。よろしくお願いいたします。まずなぜコンドミニアムかということなんですけども、部屋が広いですよね。こちら、お部屋の見取り図見ていただくとですね、寝室とリビングルームが、これワンベッドルームって言いまして、ハワイで言うと寝室が一つなのでワンベッドルームということですね。で、ツーベッドルームっていうのはもう一個寝室があるからツーベッドルーム、ベッドが2つ入ってるっていうわけじゃなくて、寝室が2つあるか1つあるか3つあるかで、ベッドルーム、ワンベッドルーム、ツーベッドルーム、スリーベッドルームとかっていうふうになってます。で、そこに海が見える部屋だとワンベッドルームのオーシャンビューとか、マウンテンビューとかっていうのをお部屋の部屋からの眺めもついてきますので、その辺をじっくりとどこのコンドミニアムがいいかっていうのをお選びいただくのがよろしいかと思いますが、こういうふうにリビングと寝室と、リビングと寝室と別々になってますし、バスタブもトイレもありますしですね、あと、シンクとか冷蔵庫、それからキッチン用品は皿とかすべてフォークとかナイフも揃っておりますの で、こういうコンドミニアムっていうのはですね、ハワイの場合は日本人がよくご利用いただく場合が多いので、コンドミニアムによっては本当に炊飯器とか、それからコーヒーメーカーまで整ってますから、日本からお米を持ってって向こうで、お食事を作るっていうことも可能ですし、向こうで買って、軽く朝食なんか作っていただくのも、どっちかというとハワイの今、物価が高騰して円安の時にですね、行かれる方は、多少お金をセーブできるんじゃないかなというふうに思います。で、ホテルとの違いなんですけど、コンドミニアムは二刀流ですね、二刀流 MVP というふうに大谷翔平選手みたいなんですけど、コンドミニアムは二刀流。二刀流って何かというと、お部屋で作って食べてもいいし、それから外食することもできるしという、そういう意味での二刀流ですね。食事関係は、ホテルだったらもう外食一辺倒ということなんですけど、コンドミニアムの場合は朝だけもうちょっと面倒くさいから作ろうかとかね、オプショナルツアーなんかで6時とか
5時とかに出てきます。ダイヤモンドヘッド の日の出のツアーですね。ダイヤモンドヘッドの日の出を見て、楽しむツアーなんか5時にホテル集合、ピックアップになりますから、そういう時なんかは、軽く行く前に前日にフルーツでも買っといて冷蔵庫に冷やしといて、サクッと食べてコーヒーと一緒に飲んで5時からのダイヤモンドヘッドツアーなんかにも行くっていう場合も、非常に便利ですよね。それから、キッチン付きやバーベキュー施設って言って、こういうふうにバーベキューなんかも整ってますから、ホテルではできないような楽しみ方ができるということですよね。それからキッチンが付いて、から1名から8名まで入れる部屋っていうことで、例えば、1から3世代旅行って書いてありますけど、カップルで、行かれてもお部屋が広いですし、でリビングと寝室が別々になってます。で、カップルで行かれてですね、向こうで変な話ありえないと思いますけど夫婦喧嘩をしてしまって別々の部屋で寝ることになっても、もちろん部屋が2つありますから全然大丈夫ですし、あと、2世代3世代だとお父さんお母さんと一緒に行くとですね、部屋を2つ取っていただくのもいいし、2ベッドルームで寝室が2つでリビングルームが1つっていうのもいいですし、それから3世代だったら、3ベッドルームなんかで、リビングルーム1つで3つの寝室で共有するっていうこともできるコンドミニアムがありますよね。とにかく1部屋に入れるっていうその家族的な安心感っていうのが、コンドミニアムにはございますし、例えば2世代3世代でお子様をお孫さんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがですね、連れてきたい場合なんかは、やっぱりお孫さんがですねリビングルームなんかで、海を見て遊んだりとかですね、楽しむ様子をご覧になって、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんがですねそれを見て、喜ぶというようなのも一つのハワイ旅行の特徴だと思いますし、コンドミニアムならではの、一つの部屋に入れるっていう楽しみ方の一つだと思います。それから部屋が広い、みんなで集まれるってことで、会社のグループ旅行とか、あと学校の、研修旅行でもよく使っていただいてるんですけど、ワンベッドルームでもですね55平米ぐらい広さがあって、そこのリビングルームにですねもう本当に、10人単位20人単位ぐらいで集まってですね、冷蔵庫に買ってきたものを冷やしといて、でそこでお菓子とかビールとかワインとかジュースを飲みながら夜遅くまで、ね、語り合うというか、学校のなんか宿題をしたりとか、もしくは企業なんかで行かれた場合はそこで皆さんが社長になって仲良く、ハワイをお過ごしいただいて、次年度も企業頑張るぞグループ旅行なんか本当に今、問い合わせが多いですけど、そういう形で、コンドミニアムを重宝してお使いいただく方もいらっしゃいますね。はい、ハワイを 120% 満喫のコンドミニアム滞在のイメージということなんですけど、やっぱりおすすめの案としては、眺めの良いお部屋をぜひお選びいただきたいですね。これ映ってるのは、高級コンドミニアムの、アストンワイキキビーチタワーっていうところのプレミアムオーシャンフロント35階からの眺めなんですけども、ダイヤモンドヘッドが見えてワイキキビーチが真下にもすごい綺麗ですよね。こういうふうに眺めのいいコンドミニアム、それから、私どもも所有しているワイキキサンセットの高層階のお部屋、高層階の部屋は海側の部屋もありますし、夜景の美しい山側の部屋もございますから、夜景を見て海側を見るっていう両方にお泊まりいただく方もいるんですけど、せっかくね、ハワイに行ったんであれば下の階層のお部屋ではなくて、なるべく上の階層のお部屋で眺めのいい、暮らしをしていただくのが、おすすめですね。せっかく綺麗なハワイの景色が見えますから。それからラナイで朝食をということで、よくハレクラニホテルなんかは、ラナイで、ルームサービスを取って朝食をお食べになる方もいらっしゃるし、アロエラハワイアもモアナもね、デラックスホテルはそういうことをやりになる方がいるかもしれないですけど、このコンドミニアムはですね、ベランダもラナイも結構広いので、そこで、高層階のところで海を見ながら、コーヒーとフルーツとか、ペイストリーっていうね、甘いパンでもいいですし普通のパンでもいいんですけど、ちょっとしたものを出して、海を見ながら今日は何しようか
かなっていうふうにぼーっと考えるのもいいしですね、ゆっくり朝食を食べていただくと、なんか自分がハワイに別荘を持ってるような感覚にもなったりとかね、そういう住んだような感覚にもなって、また違ったハワイの、なんていうのかな、楽しさが、込み上げてくるんじゃないかなというふうに思います。ラナイで朝食をですね、それからサンセットもラナイでって書いてあるんですけど、意外と皆さん夕方はまだ外に出払ってる時間帯が多いと思うんですけど、夕方に、サンセットが沈む前に帰ってきて、まあ、ビールでも出しながらですね、夕日を見ながらちょっと一杯飲んで、それから夕食に出かけていただくっていうことも可能ですしね、お子様いらっしゃる方なんかは一旦お部屋に帰ってきて広いリビングルームでお昼寝させて、で夕方ぐらいになったら一緒にサンセットを見たりとかですね、そんなようなこともあるかと思いますけど、まあ、お部屋にいてもですね、結構滞在中は楽しいんじゃないかなと、部屋が広いですからね、そういったメリットも、あるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これの続きなんですけども、バーベキューは特に、先ほども写真でお見せしたんですけど、大変おすすめで、まあ、おすすめの、ブッチャー&バードってソルトカカゴにある精肉屋さんでお肉を買ったり、スーパーマーケットでお肉を買って、でスーパーマーケット行くといろんなスパイスが売ってるんですよね。日本ではなかなかお目にかかれないようなバーベキュースパイスとかで、まあ、フルーツとか野菜も買いながらバーベキューをして、例えばワイキサンセットだったらダイヤモンドヘッドが見ながらバーベキューができるんですよね。もうこれってすごく最高じゃないかなと思うんですね。ハワイに来てダイヤモンドヘッド見て、みんなで、バーベキューをやるっていうかね、夏になるとよく日本の方はバーベキューに行かれますけど、ハワイでダイヤモンドヘッド見ながらバーベキューやるなんてもう最高じゃないですか。だからそういったこともグループ同士で、企業の旅行でみんなの親睦会を兼ねたりとか、あと、まあ、もちろん、海外挙式でみんなでやったりとか、学校のツアーでやったりとかっていうのもありかなというふうに思います。でレンタカーで楽しさを倍増と書いてあります。やっぱりコノミアムですからスーパーに行きたくなるんですよね。でまたワイキキのスーパ ー, あーワイキキマートっていうのが1月にスーパーできたんですけど、そこも楽しいですし、そこだけではなくて、例えばアラモアナの方に行ってフードランドワートとかドンキホーテもありますし、それからカカアコの方に行くと、ホールフーズとかから、ダウンツアースとかもありますしね、セーフウェイもあるしコスコもあるし、いろんなスーパーがアメリカにっていうのはね、たくさんあるんですね。でそれぞれのスーパーに行くと特徴があって、例えば日本食ばっかり売ってるマルカイマーケットとか、そういうその日本食用のスーパーとか、それからお肉の美味しいスーパーとか、野菜が充実する、フルーツが充実する、それから季節的に4月からだいたい10月ぐらいはハワイアンマンゴーが出てくる時期なので、まあ3月ぐらいからマンゴー出てるかな。でマンゴーをスーパーで買ってお部屋で食べるのもいいですし、それから通年出てるパパイヤなんかを買って中にアイスクリームかなんかを入れておやつとしてお子さんに出してあげるのもいいと思いますしですね、もうスーパー大活躍ということで、スーパーいろんなスーパー行ってですね、お土産にもなりますしですね、楽しいと思いますので、ぜひコンドミニアムとスーパーというのは紐付けていただければいいというふうに思います。はい、それからコンドミニアムもいろいろ選び方としてありまして、超高級コンドミニアムか高級コンドミニアムかということで、あとスタンダードのコンドミニアムか、どれを泊まっても満足すると思うんですけど、せっかく例えば3世代で行きたいということだったら、このトランプタワーの3ベッドルームのオーシャンフロントですね、リビング1つで寝室が3つあるというね、超高級なコンドミニアム、トランプタワーね、海も見えて上の方にあって景色も綺麗だし、もう本当に一生忘れられない思い出になるんじゃないかなというふうに思うし、からワイキキビーチタワー、先ほどのアストンワイキキビーチタワーも高層階が指定できて、もう本当眺めが良くてですね、最高のコンドミニアムですから、ああいうところをお考えいただいたりとか、それからそこまではいいからワンベッドルームでどこかっていうと、やっぱり私ども高層階にお部屋があるんですけど、ワイキキサンセットとかですね、本当にまあリーズナブルで、なおしかも四つ星のコンドミニアムですから十分だと思いますね。だからそういうところにお泊まりいただくか、まあ、これはご旅行の予算によってですね、どこまでお考えになられているかということもありますし、それからコンドミニアム泊まってちょっとホテルみたいな高級感をちょっと味わいたいということだと、リッツカールトンレジデンスとかこのトランプタワーとかっていうのが入ってきますし、ワイキビーチタワーなんかでも、リゾートフィーないですから駐車場代がフリーなんですね。ワイキビーチタワーでコンドミニアムなのに、まあ、ベルマンがいて、その人が
車を駐車場に、運んでおいてくれるんですね、レンタカーで。通常のコノミアムはお部屋に入、駐車場を止めて、部屋に戻るんですけど、ビーチタワーなんかは本当にそういう形で入り口に、フロントマンがいますから、その人に鍵を渡せば鍵を持ってってくれる。その時に、まあ、チップ払わないといけないですけど、でも駐車場が無料だし、そういったメリットも高級コノミアムってあるので、高いっていうふうではなくて、いろんなサービスを、ホテル的にコノミアム的にですね、お調べいただいて、実際には本当にお得っていうのもありますしですね、内容を吟味していただいて、コノミアムにするか、それから、高級コンド、超高級コンドにするか、またはあのホテルにするかというのをお考えいただければ、ホテル選びが楽になるんじゃないかなと思います。で、ハワイにはたくさんのスーパーがございます。先ほど申し上げましたように、日系のスーパーもあれば韓国系のスーパーもございますし、それからオーガニック用品をいっぱい扱っているあのスーパーもね、ダウンツーアースなんか行くとデリがすごい美味しいですし、私はあのカハラの、ホールフーズによく行くんですけど、でそこは、ホールフーズだけじゃないんですけど、その日にできたサルサソースとアボカドディップが置いてあって、それを両方とも買って、ナチョスですね、チップスと一緒に買って、お部屋の中でお菓子代わりにして、メキシコの、ちょっとしたおつまみをお部屋で、作って、食べたりたまにするんですけど、またそれがすごく美味しくて、コーラが合うっていうような感じなんですけども、あのそういったそのスーパーに行くとですね、その日にその日に作った新鮮なサルサソースとかアボカドソースとかですね、あとデリーが作ってあるんですね。デリーっていうのはお惣菜ですよね。もちろんポキもありますし、それからポキをちょっと、アレンジしたような料理もありますし、日系のスーパー行くと肉じゃががあったりとか、そういったようなのも出しているところもあるんですよね。ですから手っ取り早いのでっていうこともありますけど、いろんなそのものが売ってるので、見るだけでも目の保養になって楽しいですし、置き方、陳列の仕方なんかもすごく特徴がありますから、そういった面も見てこられると勉強になるんじゃないかなとは思いますね。で、実はですね、最後になりますけど、コンドミニアムはハワイ挙式にも、最高っていうふうに書いてあります。これなぜかというとですね、リビングと寝室と別々になってまして、ホテルだと一部屋で、お嫁さんがウェディングドレスに着替えたりとかヘアメイクをするので、旦那さんがこうやってうろうろしちゃうんですよね。でもここはリビングと寝室と別々に分かれてますが、はい、旦那さんはリビングルームでじゃなくて寝室で着替えてください、で、奥様はリビングルームでここでヘアメイクをしますからということで、2つの部屋があるから、その辺がすごい、メリット高いですよね。でしかも、リビングルームでヘアメイクとか着付けをしているときに、例えばお嫁さんとかご主人のお父さんお母さんが来たときにですね、部屋が広いからそれを見ながらですね、ああ結婚するんだなっていうような思いを持ちながらですね、それをご覧になることもできるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ホテルだと例えば、狭い部屋に入ってしまうと本当にロングトレーンの、ドレスなんかが挟まってしまったりする場合もございますから、かといってスイートルームにするとすごく高くなりますから、コンドミニアムなんかに泊まっていただいて、そんなに高くないコンドミニアムに泊まって、そこで結婚式をして、で結婚式が終わっていろんなオプショナルツアーですね、いろんな経験した後にですね、最後の2泊3泊はハレクラニかなんか泊まって2人でのんびりする、もしくはハワイ島の、まあ、フォーシーズンズかなんかに行ってのんびりして帰ってくるっていう旅行なんかもハワイ挙式には大変私ども人気ですから、そういったような過ごし方も、ハワイ挙式ではお考えで、でリビングルームが広いですから、そこにみんなで集まって今日何した、明日何しようっていうようなお話もできますからね。ホテルだったらもうそれぞれ三三五お部屋に帰って、そこから集まることはあまりないと思うんですけど、コンドミニアムだったら俺の部屋に何時に集まろうよっていうようなことも、できると思いますので、そういった楽しみ方も、あるんじゃないかなというふうに思って、今日はご案内させていただきました。この番組、内容が、よかったらぜひいいね、評価のボタンですねと、それから、トラベラーチャンネルのチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。では次のトラベラーチャンネルでお会いしたいと思います。マハロー。